コーポラティブ住宅、共同の森コーポラティブ住宅、エコビレッジ鶴川コーポラティブ住宅、ハニの丘コーポラティブハウスとは、入居希望者が集まり組合を結成し、その組合が事業主となって、土地取得から設計者や建設業者の手配まで、建設行為のすべてを行う集合住宅のことである。コーポラティブ住宅、コープ住宅とも呼ばれる。なお、コーポラティブハウスは、 和製英語で、英語では、ビルディング CEO ーーアプリティブスと呼ばれる。もともとは18世紀の社会主義者、ロバート・オーウェンが自ら経営するスコットランド、ニューラナークの繊維工場の傍らに始めた、共同組合に橋を発する。産業革命のさなか、労働者が資本家に対抗して、生活物資の共同購入から、住宅建設、幼稚園運営などを行った事例である。 コーポラティブで街を作るという発想でアメリカでニューハーモニーコミュニティを建設しようとしたがこれは失敗に終わったこうしたコーポラティブハウジングの試みが右与曲折を経てドイツや北欧そして北米に広がっていったこうして今ではノルウェーの全国の住宅の15%オスロ市では 40%450 万人がコーポラティブに居住する スウェーデンでは50万人。ドイツは650万戸に5 0 0万人と、その割合は全住宅の17%、アパートの30%を占めている。カナダでは9万戸、15万人とがコーポラティブに居住している。アメリカでも既存の賃貸アパートからのコンバートを主にコーポラティブハウジングが普及し、ニューヨークでは全住宅の20%を占める。その中には、 ジョン・レノンが生前に居住した30世帯からなるダコタハウスも含まれている。日本でも1921年に住宅組合法が制定され、以来約3万5000個の住宅が作られた。しかし実際には一戸建てが多く、1950年に住宅金融公庫が設立されて、個人に直接持ち家向け融資を展開したために、 住宅組合法はその意義を失って1972年に廃止されている。一方、1948年に消費生活共同組合法が制定され、1954年に労働金庫、1958年に財団法人日本労働者住宅協会が発足し、それらの協力で1975年までに約6万5千個の住宅が供給された。 現在は、主に民間のプロデュース会社によって、大都市圏を中心に、コーポラティブが作られている。近年では、コーポラティブハウスは、都市再生の手段とて活用されている。ドイツハンブルグ市では、専門部署を設置し、広報や補助金等の支援のもとに、中心市街地の有給私有地等2990から2012年の間に79件1735個の、 コーポラティブハウスを成立させている。フライブルグ氏は、防犯住宅地の区画は、コーポラティブハウスに優先して販売して、結果的に7割を占めている。ディベロッパーには、買い手のつかない難しい土地のみとした。目的は、ディベロッパーの利益分を省き、多様な社会層と低層の建物を、モザイク上に取り込むことであった。建築についての考え方に応じて、 主要各社それぞれの方式をとっている。マンション型、タウンハウス型などの建築類型と規模性、プロデュース専業内し設計兼務の業務範囲、個別仕様による基本計画見直しの度合いなどに各社の特色が現れている。コーポラティブハウス、CO オペラ設計、有計画工房コーディネート、都市デザインシステムコーポラティブハウス、 ユナイト2017年度グッドデザイン賞、ボタミシク。ありがとうございます。